不良品の、作品と違って、もうなんか、割と地味だったんですよ。キャラクターもなんか、ちょっとあれ、ドラえもんとかだとキャラクター崩したりなんかする、ちょっと難しいんだけど、審査の場合は、こう、原画マンで自由に聞いたので、あれは自由にできたのと、それで動きもちょっと、なんですかね、思いっきりできるんで、テレビシリーズだと、枚数制限というのがあって、もうなんか、あんまり動かしてはいけないっていうところがありまして、お金もあんまり出ない。劇場と違って出ないので、やっぱり動かせないんですよ、普通は。でも審査の場合はもう自由に動かすってことですよ、まあ、そういうところでなんかアニメーターはあるんだけど楽しめた、楽しみました。何でもできるっていう感じで、あと審査に行くっていうタイトルはいけないっていうところがありまして、正面顔で笑ってはいけないんですけど、皆さん知ってると思うんですけど、正面顔で笑顔ってないんですよ、審査。なるほど、確かに正面まで笑ってはいけないって、後ろ向きで後ろ姿で笑いが合う、それがちきたりっていうのがあるんで、その辺は割と最初にそれが注意されます。正面で笑顔を見せるのに、あ、そうなんですね。あ、じゃあ正面の笑顔が描けないというのはしんちゃんではできないことっていうことなんですね。あ、じゃあそれ以外のその表現とかは結構、まあ、思った通りというか、もう結構自由に。自由って言われると、もう影はもうないくらい自由に。フェンダーランドを見てると、やっぱりキャラクターが結構シンプルっていうか、間が多くて、今と見ると。その頃から比べて今の審査は結構リアルな感じになりましたね。大人帝国のあたりから結構ちょっとリアル系になっていったかもしれないですけど、フェンダーランドはこれ、ね、しんちゃんですけど、みんなキャラクターが割とシンプルな感じで、漫画アニメっていう感じだったんですけど、大人帝国あたりからちょっと劇場版はなんかこう、リアルっぽくなったなという感じが入っていく感じますね。なんか落書きングダムだと結構、はい、なんだろう、落書きがテーマだから、はい、なんか雲の上にいる人たちはなんだっけ、なんかホットドッグの形したやつとか、はいはい、あの辺の結構デフォルメなデザインとかあるじゃない、あの辺も結構、はい、今回、揺り戻そうとして、そういう風になってるとか、そういう感じなんですかね。あれはですね、イラストレーターなんか、初めてやってもらって、イラストレーター、たくさんなんか、いろんなイラストレーターが、ラフデザインを描いてくれたんです。それを元に自分が、提唱したっていうか、クリーンナップしたんで。今回、新しい試みで、なんか、全然アニメーションとは関係ない、イラストレーターの人を使って、キャラクターを作ってもらったっていう感じで、変な、ヘリコプターとか、車とかデザインを出てる、あれは、アニメーターじゃなくて、イラストレーターの会。あ、なるほど。あ、じゃあそういう、なんか、デザイン担当の方がいらっしゃって、みたいな、なんかですね。なんかやっぱり、エンダーランドの頃とやっぱ違うっていうのは、監督が、最近はもう、一年ごとに変わったりしてるんで、どうしてもこう、それぞれ違ったクレヨンしんちゃんになってるかもしれないですね。でやってる方も毎回監督が違うので、ちょっと、また新しいしんちゃんもやってる感じではあります、ね。でキャラクターはやっぱりしんちゃんはもうずっと、性格もあるし、ずっと同じだと思いますね。野原一家は変わらず、という感じではありますね。情報はもう出てるんですよね、次回作は。はい。学園もの。あれの方が、作画をやってますね。
あれの今の段階が、あの、現代に入ってて、ポスターを書いてるところですね。次ポスター。この映画の。剛さんが、ポスターのデザイン担当なんですか？そうですね。おー、そうですね、すごい。原画をもう入ってますね。はい。それはじゃあ来年の、いつも通りの、そうですね、なんか 3月とか4月とか、そのあたり。4月ぐらいだと思います。あ、はいはいはい、はい。あ、4月公開で。はい、あ、はい、なるほど。じゃあ、それは普通に原画をやられたりとかいう感じなんでしょうか。原画とキャラクターのデザインですね。デザインもされて。あ、なるほど。はい、じゃあ、皆さん、お楽しみということで。剛さん、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。